はい、みママです。今日はこちらダイソーに行ってきたので購入品紹介していきたいと思います。よかったら最後までご覧ください。それではスタート。はい、ということで、ちょっと前にキャンドゥでの購入品を紹介したと思うんですけど、空いた時間があったの で近くにねダイソーがあったので久しぶりにダイソーに行ってきました。めっちゃ買ってきちゃって、またちょっとね長い動画になっちゃうかもしれないんですけど、よかったら最後まで見てください。でまたもうバラバラに入っちゃってるのでジャンルがバラバラになっちゃうかもしれないんですけど、ごめんなさい。まずこちらのトイストーリーの巾着袋になります。もう普通の巾着袋でなんかこんな感じかな。これは、幼稚園で使いたいなと思って買ってきました。でもう1種類ね売ってるんですけど、こちらに写真貼っておくんですけど、こっちの方が柄が可愛くて私好きなんですけど、まあ、でも巾着袋ってね何かといろいろ使えるので、幼稚園のね給食の日はランチマットとスプーンフォークセットとおしぼりと歯ブラシをね入れていくので、その時はあんなねあのお弁当の袋に入れなくてもいいので、その時にね使おうと思ってます。続いてこちら、これもめっちゃ可愛いと思ったんですけど、モンスターズインクのスケジュール帳になります。でこれは10月始まり、去年のね10月始まりなんですけど、今年のね12月まで使えます。ちょっとねもったいないっちゃもったいないんですけど、でも100円なんでいいかなと思って、あのやっぱ幼稚園始まるといろいろ行事ごとやったりとか、お弁当の日とか、あと体操服で行かなあかん日とか、いろいろね書き込むことがあって、私はねスケジュール帳派じゃなくて携帯のカレンダー派なんですけど、私が使ってるそのカレンダーのアプリが最近アップデートされてなんかめっちゃ使いにくくなっちゃったんですよ。そうだからなんかスケジュールも見にくいなと思って、まあそっちも使いつつこっちのスケジュール帳にもね記入していこうかなと思って買ってみました。で中もねめちゃめちゃ可愛くってね、例えば11月なんですけどこんな感じでめっちゃ可愛くないですか。絵とかがめっちゃ可愛い。で私がいいなと思ったのがこのねこの感じ、わかるかな。このあのマス目になってて1日の枠がね大きい感じがいいなと思って、私このタイプのスケジュール帳が好きなんですよね。よくここに 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 ってこう縦にねバーって並んでるやつあるんですけど、あれ苦手でパッて見た時に全体が見れるやつが好きでこれにねしました。後ろの方はこんな感じでメモ帳にもなってるので、なんかね大事なこととか書けるようになってます。これね一回り小さいサイズも売ってました。続いてこちらの貯金箱です。これはね昔使ってたんですけど、ちょっとねもう一つ欲しかったので買ってきました。でこれね何にも書いてない、ただの無地の貯金箱なんですけど、これね自分でオリジナルの貯金箱が作れるものになってて、こう絵を描いたりとかシール貼ったりとかねして、だからお子さんとかにすごいねおすすめです。私はねもうこの真っ白の状態で使いたいのでいつもこれを買ってるんですけど、お子さんのね夏の工作やったりとかにすごいこれいいと思います。続いてこちらのカラーライフパック、タッパーですね、タッパーになります。で2つセットになってます。で蓋は真っ白で、まあこれももう何回も買ってる商品で、あのこの大きさがねちょっと欲しかったので買いました。お弁当の日が週に1回あるんですけど、まあ、場合によっては週に2回とか3回とかあるんですけど、朝作るのが大変なんで結構作り置きをすることがあって、でも幼稚園児のお弁当箱ってあんまり入らないんですよね、おかずが。だからそんな洋さん作ってもやし、で毎日お弁当なわけじゃないのでそんなに洋さん作ってもやしっていうので、これぐらいのねタッパーがちょうどいいんですよね。なのでね今回一つ買ってきました。続いてこちらの積み重ね小物スタンドになります。小物入れですね。これはねあの洗面所の鏡の裏で使ってるんですけど、追加で欲しかったので買ってきました。続いてこちらのドキュメントファイルになります。お色はクリアです。これも家でもう使ってるものなんですけど、このファイルめちゃめちゃ使いやすくてめっちゃ好きでいろんなとこで使ってるんですけど、まあ開けるとこんな感じになってて、でねボタンを開けると中はこんな感じになってます。透明やから見えるかな、横の方がわかるかな。そう一つずつねこうポケットになってるんですよね。
で、ここにね、あのラベルを貼って何が入ってるかっていうジャンル分けもできるので、すごいこれ重宝してます。で、私はもういろんなものに使ってるんですけど、例えば子供たちのね、英語教室でこう書いてきたプリントやったりとか、塗り絵かな、塗り絵のプリントやったりとか、あとまあ大事な書類とかをバーって入れたりとか、あとね、幼稚園のプリントとかを入れてます。1ヶ月の予定表やったりとか、あとね、提出物とか、あと卒園するまで保管しておかないといけない書類やったりとか、なんかそんなんをこうラベルを貼って収納するようにしてます。で、今回ね、追加で5つ買ってきました。これすごいね、おすすめです。続いてこちらのクリアホルダーになります。これも普通のただのシンプルなクリアホルダーなんですけど、ちょっともうお家にね、これのストックがなかったので、ストック用で買ってきました。こういうのはね、すっごい使えるんですよね。幼稚園行く時にプリント持っていかなあかんから、あのこれに入れてリュックに入れたりとか、そう、何かと使えるので、これはね、必需品です。で、こちらの車用のスポンジ、洗車用スポンジになります。ほんまはね、あんまり100均で買いたくないんですけど、うちね、もう洗車に行かずに、パパがね、いつも駐車場で車をね、洗ってくれるんですけど、もうスポンジをね、使い捨てにしてるので、まあどうなんやろ、傷とか大丈夫なんかな、なんか触った感じは大丈夫そうなんですけど、うん、まあもうこれはパパに任せるからいつもね、なんか急に、あ、車洗うわとか言って車洗ってくれるのはいいんですけど、あの使った後洗ってくれるのは嬉しいんですけど、洗った後そのまんま放置するんですよ。だからもう外に置いてたら汚くなるし、スポンジも、だからいつも使い捨てにしてるんですけど、だからもうね、使い捨てなんでこんなんでいいかなと思ってこれをね、買ってきました。で、もう一つこちらも洗車用のスポンジなんですけど、これはね、取っ手がついてるタイプになってます。このタイプはめっちゃ洗車しやすい、楽ですね。この天井っていうの、天井部分やったりとか、ボンネットの部分やったりとか、こうやって掃除するのね、楽なので、これも買いました。ボディの細かい部分にフィットして洗えますって書いてます。これはね、何回か使ったことあります。続いてこちらの日焼け腕カバーになります。これね、日焼けしないようにね、こう腕につけるやつなんですけど、私今まではあの夏になったら焼いてたんですけど、もうちょっとこの年になってさすがに焼くのはもうやばいかなと思って、言うてもね、私結構もう黒いんですよね、そもそも元が地が黒いので、白になることはないと思うんですけど、これ以上は焼かんとこうと思って、ちょっと今年からね、日焼け対策もしようかなと思って買ってきたんですけど、ただあのつける癖がついてないので、きっと忘れると思います。私最近ね、もう出かけるときはあのスプレータイプの日焼け止めを塗ってるんですけど、まあそれと一緒にね、一応置いとこうかな。で、これ長さはね、48センチなんで、ここの辺までね、ガードしてくれるみたいです。すいません、もう2つありました。こちらの積み重ねボックス、小物入れですね。さっきのはね、これなんですけど、もう一回りね、大きいタイプをね、1つ買ってきたのと、ペンスタンドの方をね、1つ買いました。で、鏡裏でよく使ってるのはこちらのペンスタンドの方ですね。これにコットン入れたりやったりとか、綿棒とか、そんなのをね、ここに入れてます。これはね、ルーキーの幼稚園グッズを入れてるクローゼットの中でね、使いたいなと思って買ってきました。もうほんまジャンルがバラバラで申し訳ないんですけど、続いてこちらのクリアブックになります。これはさっきのファイルとは違って、普通にね、本タイプになってます。ポッケがね、40枚ついてます。で、サイズは B5 サイズ、書類とかをね、保存しておきたくて買ってきました。開けるとね、もうめっちゃ真っ白のシンプルなファイルになってるので、これもいいなと思って、ここにね、ラベルシールを貼って管理したいなと思います。こちらはね、今回4つ買ってきました。続いてこちらのペット用のジェルマットになります。最近ね、多分もうクレールも暑いからフローリングでよく寝てるんですよ。多分冷たくて気持ちいいからと思うんですけど、なのでちょっとこちらのね、ジェルマットを買ってきました。すでにね、今ももう触ってる感じ冷たいんですけど、開けるとこんな感じになってます。うん、冷たい。うん、
ました。この上で寝てくれるかちょっとわからないですけど。続いてこちら、こちらの手のひらサイズのマイクロファイバー雑巾になります。これね、そう、手のひらサイズで1枚がこの大きさなんですよ。使いやすそうと思って。雑巾って大きいじゃないですか。だからたまに私カットして使ったりするんですけど、これはちょうどいいなと思って買いました。これまたちょっと使いたいなと思います。続いてこちら、こちらのカールクリップのホワイトになります。これはもうリピート商品で今も使ってるやつなんですけど、私いろんなとこでね取って置いちゃったりするのでめちゃめちゃ行方不明率が高くって多めに買ってきました。これね、あの化粧するときとか前髪留めたりとかして使ってます。あ、もうまたファイル出てきた、すいません。またバラバラなんですけど、こちらの小さいサイズのクリアホルダーも買いました。このサイズがいいなと思って買ったんですけど、サイズは B6 で16枚入ってます。これ何？ババーン。これ何ですか？ババーン、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 ババーン。いつ入れたんですか、カゴに？ババーン、ババーン、ママ全然知らんかったんやけど、やめて。そんなん入れといて。続いてこちら、こちらのマヨネーズケースになります。これはね、あのお弁当の時に使おうかなと思って買ってきました。で、もう使い捨てになってます。私大学生の弟がいてるんですけど、ルーキーのお弁当を作る時についでにね作ってあげてて、でも家も近所なんで取りに来てくれるんですけど、一緒に住んでるわけじゃないので、あのもう捨てて帰ってこれるようにいつも使い捨てのタッパーに入れてお弁当を渡してるんですけど、こちらもね、もう使って捨ててこれるようにこちらをね買ってきました。10セットね入ってます。続いてこちら、こちらのカードミラーになります。これちょっと気になって買ってみたんですけど、カードみたいな感じになってて、ちょっと開けますね。あ、すごい、ほんまにミラーになってる。すごい、ほら鏡になってます。で、こっちはほんまカードみたい。なんか財布とか iPhone ケースとかに入れてたらすぐパッてね確認できるので、これすごいいい。これだけじゃなくて他のデザインも売ってました。でも多分モノトーン好きさんとかシンプルなのが好きな方はこのデザインがね好きやと思います。続いてこちら、こちらの綺麗に剥がせるタイプのタックシールになります。いつも使ってる商品なんですけど、私はこれに賞味期限をね書いてボトルの下とかに貼り付けて使ってます。続いてこちら、こちらの子供たちのカトラリーになります。で、ミーナがプリンセスで、ルキトがマックイン、カードですねを買ってきました。何回か動画で紹介してるんですけど、真っ白のカトラリーセットがあるんですよ、子供用の。それがね、あのもう子供たち的にちょっともうちっちゃくなってきてたので、もうちょっと大きめの子供用のサイズのねものを買ってきました。さすがにやっぱホワイトはなかったので、でやっぱキャラモンの方がね子供たちも嬉しいかなと思って、しばらくはねこちらを使おうと思ってます。続いてこちら、こちらのシールブックになります。これはね、もう昔も買ったことあって何回か買ってるんですけど、これめっちゃよくって、こちらは動物園タイプなんですけど、こんな感じでねシールがたくさんついてて、自分の好きなところに貼って剥がせるんですよ。で、遊べるっていうもので、どっかを出かけする時とか暇になったりするので、その時にねこういうのがすごい役立つし、お家でもねよくこのシールブックで遊んでます。で、今回はミーナに動物園とルキトに働く乗り物をね買ってきました。続いてこちら、こちらもモンスターズインクなんですけど、お名前シールになります。今こんなんも100均に売ってるんですね、びっくりしました。しかもめちゃめちゃ可愛くって、こんなんで十分なんで、これもね幼稚園で使おうと思ってます。続いてこちら、こちらのトレーニングシートになるんですけど、これがね1枚のシートになってて、歯ブラシ上手にできたりとかしたら大変よくできましたって書いてるシールがあるんですけど、これをねこう一個ずつ貼っていくっていうもので、ルーキーも今幼稚園行ったら自分のねカレンダー帳みたいなのにシールをね毎日貼ってるみたいなんですけど、それがねちょっと楽しいみたいで、なのでお家でもなんかできた時はシールをね一つ一つ貼らしてあげようかなと思って、ほん
なきっとやる気も出るやろうしと思ってちょっとね買ってみました。かわいい。しかもルーキーの大好きな乗り物なんでね、きっと喜んでくれると思います。続いてこちらの物差しになります。これはルーキーの英語教室の筆箱に入れとこうかなと思って買ってきたんですけど、めっちゃ可愛い。トイストーリーの見えるかな。ダイソーにこのモンスターズインクとトイストーリーとプリンセスのものがめっちゃあって、好きな方はぜひチェックしてみてください。で、次が最後になるんですけど、こちらのパウダー用のパフになります。これを今回ね3つ買ってきました。出かけて化粧を直す時にこのタイプのパフを使ってて、私はチャコットのパフを使ってるんですけど、持っていくのにはちょっとチャコットのパフ大きいので、お出かけ用に小さいのが欲しいなと思ってこの小さいのをね買ってきました。はい、ということで今回のダイソーでの購入品は以上になります。今回はねモノトーンとかじゃなく、もう生活感が溢れてる商品ばっかりやったと思うんですけど、日用品をねダイソーでこんな感じで買うことが私は多いです。気になる商品があったらねぜひチェックしに行ってみてください。それでは本日も最後までご視聴ありがとうございました。バイバイ。